問題です。問題ダリーね、この夏皆さんが気をつけなきゃいけないことは次のうちからどれでしょう。あ、洗濯問題。 A 熱中症、それはね、こんだけ暑いからね。 B 虫の被害。虫の被害、まあざっくりしてみてね。 C C 絶対違うじゃん。 C な、今考えてる。じゃあ2択でいいです。2択でいい。2択でいいです。はい、虫の被害。虫の被害、正解は B 虫の被害。当たっちゃうことあんの。外せよ。虫の被害なんですけども、虫の被害と言ってもいろんな問題が、いろんな虫がいるじゃない。問題はてめえが勝手に出したんだよ。虫の種類でしょ。虫の種類は何でしょう。蜂とか。蜂なんですね。当たるなよ。だるいな。虫の中でも一番危険なっていうのは蜂なんですよ。蜂は危ないよ、そんなもん。皆さんのお家の近くにも蜂の巣ができちゃったよっていう人いませんか。いるかもね、田舎とかにね。待ってもあげるわけねえじゃんね。手あげたら話しかけられるんだろ。やだよ。いたら僕が駆除してあげます。いやだよ、それお前なんか言わない。僕ね、駆除の仕方知ってるんですよ。知ってるか知らないけど、肌出しまくってるやつにお願いしないよ。危ない。プロのああいう駆除する人に、専門の人に。プロよりも簡単に僕が駆除するやり方してるんで。簡単にというか、だって確実にやってもらいたいですよ、うん、お金払って。好意でやってくれ。ちゃんと僕、好意で。そのプロよりもちゃんとプロっぽくやるから大丈夫ですね。僕は知らないけど、うん、やり方まず蜂の巣あるって聞いたら、ちゃんとそれを探しに行きます。こうちゃんと教えてもらえよ、場所。なんでざっくりしか教えてもらえない。蜂は警戒をするから、気配を見つけちゃいけないんですよ。うまくこう隠れながら、うん、で遠くから見つけます。で、見つけたらとにかく殺虫スプレー。殺虫スプレーをこんなんでいいの。だって一緒にやってるでしょ。シュッてかけるんです。とにかくかけます。いけんの。もういけたかなって思った頃にも蜂は出てくるんですよ。あのスーパーボールの中に、あの蜂は1万匹いらっしゃるんですよね。スーパーボールってこんなもん。もっとでかいビッグボールの中に入ってるんですよ。どうしても言わなきゃダメなの、なんとかも。とにかくいっぱい入ってる。何百匹で。何百匹入ってるんですよ。だからもうとにかく大丈夫かなっていうぐらいまでかけ続けます。出てこなくなる。そう、そしたら踏ん取りまして豪快すぎない後半。あとはゴミ袋に出てしまっ、縛ってしまえばいいんですね。もうこんなんでいいの。それでいいんです。まあ、言うのは簡単らしいけど、ここできてたらどうする。これをだから、こんなやつとにかくこう探しに行くでしょ。どう、何をかき分けてるんですか。どっちからって。とにかく謎の駐車場とかやるよ。あれかき分けて。とにかくかけますね、いっぱい。大丈夫、俺まあ出入りしてない。いや、出て出入りしますね、結構でっかい大きい巣なんで。これはあれですね、オオスズメバチの巣ですね。スズメバチの種類がある。スズメバチの中でも一番危険度がマックスのやつですね。マックスのオオスズメバチ一番危ない。一番も危ない。一番も特徴とかない。危険度が10ですね。ものすごく多いですから、10。どっちなんだよ、どっちなんだよ。10です。やんなくていいんだよ、こうでいいんだよ、10だったら。大きいし、とにかく、いや、かけててよ。閉鎖的なところに、種を作るんですね。種を作る。閉鎖的なところって、閉鎖的なところ。どういうところ。軒下とか、天井裏とか、屋根裏とか、ちょっと奥まったところとか、日陰の。とにかく作りますからね。一番危ないの。危ない。危なくないやつとか、なんかいろいろ種類がいる。いろいろ種類がある。見分け方とかないの。黄色スズメバチっていうのもいるんですね。黄色スズメバチ。黄色スズメバチっていうのは、黄色いんですよね。大体黄色いんじゃないの。黄色のところのやつだろ。黄色スズメバチはちょっと危険度は8。置くなよ、すぐそのスプレーを。危険度が8もややこしいんだよ、8でやってるから。危険度が8なんですね。特徴はとにかく閉鎖的なところに巣を作るんですよ。閉鎖的なところに巣を作って、閉鎖的なところオオスズメバチと一緒に、軒下と屋根裏と天井裏なんですね。一緒じゃないか今のところオオスズメバチと。そう、いっぱい作るんで気をつけて。そうで、その黄色スズメバチの方が小柄な分いっぱい兵隊はいるんですよ。いいよこんな蜂の動きやんなくて。やっててよ、危ない。いっぱい兵隊を作る。危ないは危ないんだ。危ないですね。それもまあその一匹捕まえると、いっぱいフェロモンを出して仲間を呼ぶ習性があるんで気をつけて。何それ危ないじゃん。もう危なくないやつはいない。危なくない。比較的危なくないのはヒメスズメバチっていう。あ、可愛い名前だ。ヒメスズメバチ。これ危なくない。危なくないこともないんですけども、ヒメスズメバチは攻撃してこなければ攻撃してこないです。こっちから攻撃してこなければ攻撃してこない。あ、なるほど。じゃあ見つけても別にほっといても大丈夫。ほっといても大丈夫っちゃ大丈夫ですけども、
まあ、キイロスズメバチも刺されると危ないんでね、毒は持ってるんで、どれも、うん、毒は持ってるんで気をつけてください。それはオオスズメバチ、オオスズメバチですかね。刺されちゃうことないの？刺されちゃってすることもあるんです。どうすんの？刺されちゃった刺されちゃったら、まあアナフィラキシックスっていうのがあるんですけども、セックスって言うアナフィラキシー、あ、ショックショックみたいな、だから一気はないショックとセックスめちゃくちゃ違うじゃん。全部違うよ。シーッシュッ、今大事になってる。あの、ざっと一回バスされても大丈夫です。一回は人間耐えられるから、まあ、でも2回目以降はやばい、やばいって言われてるんですけど、あの、ションベンとかかけとけば大丈夫っていう、おばあちゃんが言うんだったらションベンかけりゃいいんだよ。正面って大丈夫なことなんかないからね。人生に。大丈夫そうかな。大丈夫なの？うん、やはりしてない。これ、ヒメスズメバチの巣だ。お前がしょっかい出したから襲ってくるやつじゃないのこれ。オオスズメバチじゃないのこれ。あ、痛い。あ、痛い。刺されたって。一気あるんでね。殺虫剤を傷口からに入れたのに2回目来たすごいじゃん。ちょっめがいい、ちょっめがいい、いやいや、ここで俺ここでられるのが一番怖いんだから。あーし、もっとかけ、もっとかけ、もっとだっ限界あるよ、量は。いい、俺出んのにな。お前が出る自慢しないよ。お前が出たってしょうがないだろ。ここにかけてよ。はい、です危ない、それなんですか。よいしょ。いいの、リバウンドみたいな感じ。よいしょ。がっつりじゃん、熱いんだって。食べちゃいましたけどね。どうすんのこれ、この袋に入れて。これ食います。食うの、うん、毒めっちゃかけたじゃん。いいです。いいのすごいね。ハチの子食べたいな。地獄のプーさんじゃない。